おはようございます。ズバリ本田中です。今日もよろしくお願いします。みそたそのべ、こちらの伊佐尾小学校や伊佐尾中学校、伊佐尾東小学校周辺の不動産の売却あるいは購入相談、そして賃貸よりもむしろ空き家管理、こちらご相談をしてます。積極的に声を応じていますので、ぜひお気軽に声をかけていただければと思います。特に空き家なんですが、こちらしっかり手入れしているか、手入れというか管理しているかしていないかによって、いざ売却しようとした時、あるいはまた活用しようとした時に大きな差が生じてきます。もちろん売却であれば、新たな購入希望者さんが見た時の印象、もうこんなの住めないよとか、リフォームしなきゃ、もうあとは壊さなきゃいけないねみたいな話になってしまいますと、なかなか売却が決まらなかったり、売却価格も低くなってきたりします。そうならないためにも適切な管理をしていっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。